はやっていきたい、そう話しました。ただキャンプで離脱、非常に苦しい思いもして迎える初球は見送っています。スワローズのこちら先発はベテラン、去年オリックスから移籍をしてきました近藤です。2球見ています。清水さん、バッティング練習なんかを見ていますと本当に打球もよく飛びますし、そのコンディションの部分ではまあもう問題ないんではないかなというふうにも見えてしまうんですがね。まあ、打つことに関してはね、問題ないと思います。あとは感覚じゃないでしょうかね。そうですか。またこう走塁守備に関しては当然足の状態も見たいところではありますし、はい、まあ、当然ねそういったものが万全であれば一軍でプレーしないといけない選手ですからね。決まりました、2ボール2ストライクです。やはりこの今日のスタンドを見ましても2番というプラカードを持ったファンの皆さんも多くいらっしゃいます。2ボール2ストライク、外はバットは止まっています。やはりその練習と実践というのは当然いわゆる生きた球というふうに言いますが、そのあたりというのも違いますか。まあ、実践の中でしかこう掴めない部分というのは数多くありますしね、まあ、技術的な部分でもそうですけど、まあ、体力面でもそうですよね。練習で補えないものというのがありますから、フルカウントからファウルです。2月の9日に下半身の張りを訴えました。沖縄キャンプ行きというのは見送りまして3軍での調整がついていましたようです。このスイングなどを見て清水さんどうでしょう、まあ、まだ数スイングではあるんですが、まあ、あの振ること自体は、ね、もう全く問題ないと思いますし、まあ、あとはこういった変化球ですよね。ついていきます。まあ、先ほども言ったように練習で対するボールとは全く違いますから、そういった中でストレートであり変化球であり、ね、いろんなボールに対応していかなくてはいけないというところで、はい、まあ、そういったものをこう打席の中でいかにこう感覚といいますか精度を、ね、上げていけるかですね。どうだ、インコースはバットは止まりました。両大間ジャイアンツの一員としての初打席はフルカウントからフォアボールを選んでいます。さあ2013年のパリーグ盗塁王が出塁をしています。この後塁に出てからの動きというのも清水さん非常に楽しみですね。まあ、そうですね、スピードも魅力の選手ですからね、ただ今の打席こうスライダーを、まあ、最後のボールもスライダーなんですけども、はい、その数球前にワンバウンドのスライダーを見逃したシーンがあったんですけど、まあ、ああいったところを見る限りああいったところ感覚があまり良くなければ手出てしまうところなんですけどね。なるほど。今の打席に関しては非常にこう我慢強く見逃したんじゃないでしょうかね。これから養っていってほしいと話をしています。やはりゲーム感というところですね、清水さんね。まあ、やっぱりこればっかりは練習ではどうしようもないですからね。初球から振っていきましたがショートゴロです。陽大館フォアボールについての第2打席は初球からスイングをしていきましたがショートゴロに倒れています。